ではロスリックの攻撃をやる前にちょっと達人を倒しましょう。ここから出たところにいるよね。出口がわかんねえ。まだ把握してないからな、地形を。ヒモリメがここにいるけど、ヒモリメは結構場所移るからね。こっち？あれ？霧がかかってる。いけないよね、さすがに。いけない。あれ、どこだっけ？こっから来なかったっけ？え、いけなくなってる？ちょっと待って。最初思い出そう。で、こっから来たよね。こう来て、で、あそこにかがり火があって、螺旋の剣はなかったけど、こっち行くと、青ニートがいない。あ、青ニートも場所変わんのか？あれ？どこ行った？マジでわかんねえ。ここ。いや、マジ、どこだ？なんかよくわかんないから、グンダのところから行こう。こっちからなら行けるでしょう。で、ここを左だよね。ダメージを食らってしまったけど、ちょっと一回回復しよう。施しで。このくらいの減りだったら施しで十分。っていうかまあ、かがり火近いから、別にエスト飲んでもいいんだけど。で、こいつは、こいつはっていうか、前にいるやつ、こいつ。こいつはもう、落とす。痛い痛い痛いけど。ザコが奥義鉱山で、ここにアイテムが落ちるんだっけ。ちょっとプロロしましょう。お、ちょうど足元ダトゥー。ダトゥーは技量系だよね。ちょっと見てみますか。技量16か。あとになんか使いたいは使いたいな。出血効果30ってどうなの。30がどれくらいの強さなのかよくわかんないけど、んー、クレイモアが筋力系だとすると、ダトゥーは16。筋力に振るか技量に振るかって言ったら筋力だよね。というわけでちょっとダトゥー取ったけど、まあ使わないかな。使いたいけどね、使いたいけど、ちょっと技量に振ってる余裕はなさそう。というわけで、ロスリックの攻撃にまた戻りますかと思ったけど、ここにアイテムがある。早朝の木立て。お、待って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 。見ようとしたら、来やがったこいつら。どっから湧いてきてか死ぬんだけど。回復は怠ってはいけない。え、こっちの方とかアイテム取ってないし。残り火。おお、貴重だ。裏から回るっていうのはね、こう表から行った時に見えなかったものが見えるようになるんで、裏から回るっていうのは結構重要な気がしますね。全然アイテム取ってなかったわ。探索やるとか言って、割と探索ガバガバだな。やっぱり中入っちゃうよね。他はもうないかな。どこだ正面。そう、こっから入ってきて、棺の祭事場で青ニートくんがいる。俺さっきここやっぱり霧かかってたよね。こう来てこう来て、あ、そうだよね。なんでだ、よくわかんねえや。位置関係は間違ってないはず。うん、青ニートくんもどっか行っちゃってたしね。これは変わらない。じゃあロスリックの攻撃に行きますか。2128ってレベル上げられそう。まあいいや。ここは炎の論争で基本攻略していきます。左にアイテム、右に敵。ちょっと縦受けして、はいはい、2発。こいつ
つはなんか呼び寄せるっぽいから倒す。できちっと縦受けして攻撃する。お復活しているか、復活っていうか呼び寄せられたか。多分あの鐘の音みたいなのに呼び寄せられたよね。ソウル、ここは正面かな。左も行ける。こいつもちょっと危険そうだな。ほら、でこのドラゴンはなんか完全に朽ち果ててるよね。なんか登れんだけど、あ、ここまで、ここまでしか行けねえか。あ、行けない行けない行けない。こっちなんか行けそうだな。ちょっと待って、上があった気がする。でこいつ、お、待って待って待って、こんな野郎、こいつは敵。いけ、ちょっと残る。筋力上げれば攻撃力上がる。ちょっと少しだけ足りないよね。命まで一歩足りない。微妙に残る。透明眼手に入れたけど、俺基本透明眼使い方よく分かんないんだよね。遠くを見るっていうことをあんまりしないからな。遠くを見てもよく分かんない。景色を眺めるくらいのしか使い道が分からない。ここ降りて、これは黄金松屋にいいものをゲットした。ちょっと怪しいやつら全員倒しとこう。月で一発で倒せない。本当にちょっと残んだ。これはアイテム、火炎壺。こいつも怪しい。っていうかさ、火薬の入ってる樽ロングソードで反応しちゃうんだよね。バッシュ飛びきた。ガッタテだとね、ちょっとバッシュに対応できないからね。エス飲んどこう。っていうか回復の施しでよかったな。ここはもうこんなものでいいかな。多分アイテムがあると光ってるはずなんで、ちょっと全部壊してないということを確認してから行く。宙乗りもなんか意外に軽快な気がするんだけど、全体的にちょっと動きが軽やかになってる。攻撃の振りとかそんな気がするんだけど、ダクソ2がもっさりしてたからそのイメージが強いのかな。もっさり感からのダークソウル3って思うと、やっぱりかなり動きが軽く感じられるのかもしれない。ちょっと待って、こっちは何にもないから、こっちが順路か普通に。でここがあれか、なんかドラゴンがいたんだよね。蹴り、違う、蹴りが出なかった。痛い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 。あいつ超厄介だな。右のクロスボウ、炎をまとってるから縦でガードしてもこのダメージ食らっちゃうんだよね多分。でこれ上ドラゴンがね、そう来る。で焼く。下も敵も焼いてくれるはず。あった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 。これ1本エスト飲んでちょっと残ってるな。でこの先とクレイマーが取れるんだけど、どうしようかな。弓を装備して、装備した弓見づらで99本いけるはず。ちょっと倒そうこいつ、時間かかるけど倒そうっていうか別に倒さなくてもいいんだよね。こっちを木の矢にして、普通の矢をサブ、これでいこう。で顔出して爪が当たるくらい、こっちが食らわず爪が引っかかってない、ここら辺。ちょっともうちょっと上、あ、だったか。
ければ近い。ダメージが減った。28。やばい。30。ここでいいか。じゃあちょっと弓矢を打ちます。大掛けを落とした。これでドラゴンは去ってきて、まあ、厳密に言うと倒してはないけどね、倒さずして去っていく。クラブ残り火。あれ、ここら辺ってなんか敵が死んだアイテムなのか、もともと落ちてるアイテムなのか、ちょっとよくわかんないな。でこっち、ここにクレイモア。ただクレイモアはまだ装備しない。ソウル装備しないっていうか、まあ多分両手じゃないと扱えないからね。クレームはバツついてんね。ただし両手持ちでいける。縦振り突き、うん、いいね。やっぱ縦振り突き、これが剣は安定で、こっからさっき深みのバトルアックスがあるんだけど、ミミックを相手にするにはちょっときついんで、今回はスルー。ロイドの5分じゃなくて、なんだっけ、なんかあれ手に入れたらまた来ましょう。攻撃のどっかに落っこってたはずなんで、もうちょっと先へ進んで。減ってしまった。こういう時に回復の施し、エストを使うのはもったいない。ただし体力は全開に保っておきたい。ライトクロスボウ、あ、そう、あと気軽に売れるんだよね今回。あれ、ダクソ2も気軽に売れたっけ。ダクソ1はね、あいつに食わせなきゃいけなかったからね、ヘビ野郎に。で、ここはこいつがいるんで、で、あんまり奥に行きすぎると猛者兵が引っかかるんだよね、策的に。こいつ強い、本当に。やばいやばいやばい。スタミナの管理がマジでむずい。そしたら一撃やるとひるむから、あ、これやばい、めちゃくちゃスタミナ削ってくる。ちょっとまたわけわかんない、わけわかんないけど倒した。で、ロスリック兵の剣だかなんだか落とすよね、まあ、使うかどうかわかんないけど、こいつ。あんまりこっちの方で戦うとこの猛者兵に引っかかるから、2対1はさすがに望むところではない。最悪3対1になるし。で、こういうね、猛者兵がね、なんか動いてくるのか来ないのかっていうのがよくわからない。で、ここ開かないよね確か。開かない、こちら側からは開かないと。こちら側ってことは多分ショートカットかな。で、ここにちょっと落としやつがいて、担当はね、もう連続で攻撃食らうから厳しいんだよね。で、これ取って火炎壺で、下に道があるんだけど、こっち側にかがり火があったと思います。休もう。ボンファイアリットで、ロスリック兵が復活しちゃうけど、ちょっと待って、転送しよう。棺の祭事場レベルアップする。で、ひもり目。 Welcome home, Ashen One Speak. レベルアップ、 well, いけるよね。あ、全然2レベルくらい上げられそう。うん、2レベル上げられない。筋力は一旦16で止めておいて、体力を上げて装備重量を増やしたい。クレームが結構重かった気がするんで、今のこの状況でちょっとクレームは持つと、そうだよね、装備重量の割合が 78.2 になってるからめちゃくちゃ重いわ。うわ、どっすんだ。え、ってことはクレイモアとロンソがどれだけ重さ違うか。重量9、3、いや、めちゃ軽いわ。
ってことは6レベル分、あでも半分っていいのかな、3レベル分くらいはあと上げなきゃいけないってこと。ちょっとクレイモアを持てるだけの体力まで振ってちょっと生命力とかに振っていきたいと思います。じゃあ攻壁の塔ですね、ここに戻りましょう。ロースリックの攻撃、こっちには多分アイテムなかったよね。メッセージ見ても骸骨がある、しかしこの先骸骨はないぞ。よく分かった、 Y やってる。あアイテムあった、やはりちゃんと見ておくべきだった。しかもかけらじゃねえか、めちゃくちゃ重要。最初の方のかけらはマジで重要だからな。プラ3に持っていくまでにかけらかなりの数が必要になるから。でさっき左のロースリック兵はこのままなんか向こう行っちゃうんで、好きよし、カウンターが入れば多分一発だね。でここがあいって火薬があるんだよな。で割と敵もめんどくさい。どこ行った、暗いし。回復の施しを使おう。でここ下に行けるんだけど、下はちょっと鍵が必要なのでこっち順路で、ここは右から出てくるんで撃つ始末する。その間に左から持ってくるんでこいつも始末する。あ死体はされる、ズボンいらない。でここに火炎壺があって、こいつがなんかね海モード、人の海っていう飛ばしてくれるので、一発当てて3で逃げる。だから回復したならロンソリで、ロンソリで撃って押し出しで、かけらと残り火で、さらに両手持ちにして縦振り、これができる状態でこっち結晶トカゲ、はいよし OK。 蘇生の奇跡、これでクレイモアを蘇生派生にしましょう。で大きなソウルで、多分結晶トカゲが落とすものは確定で同じかな。なんかねダクソワンとかだったら光るくさび石とさらにプラスでげっ、こいつも蘇生くれたんだけど、なんだこれ、これ敵だよね。蘇生が2つになってしまった。結晶トカゲの恩恵がほぼほぼないな。まあいいや、石は持っていて多分損はないでしょう。こいつ厄介だから倒しておきたい。であいつはほっとく。で先にこっちの中に行って左で、左にいるから倒す。ほんとこのね防眼持ちが厄介だよ。でここもいる、ちょっと待って、倒す。でかけら、よしかけら結構集まった。でそうそうそう、ここの正面にねいるんだよね。槍のロスリック兵マジで強い、長いし痛いやばい、バッシュが本当につらい。いってこれ盾構えるとねマジ刈られる。今回ガン盾にかなり対応してくるからね、盾を振らせて、盾を振らせた後に突きをやる、これやばい。両手持ちも、あこれをねかわしたいんだよ。おいね、ちょっと待って、おいこいつでマジでエストビン使い切りそう。え
少し無理したな。よーし、オッケー。マジきつい。ちょっとエスト飲もう。かけら、やった。苦労して倒した甲斐があった。多分ランダムドロップだよね、このかけらは。かけら落とすんだ。ちょっとマラソンすんのもありかもな。で、これこっちがいけるんで、こっち行くでしょ。で、緑化層を下に降りて、宝箱、これ全然見づらいよね。アストラの直剣、ゲットって言っても、使わないけどね。アストラの直剣、亡国の名で呼ばれる上質の剣。没落したアストラはかつて貴族の国であった。この武器はその名残、遺産であるのだろう。ということで、完全に物理攻撃の剣になって、完全に物理攻撃の剣になってる割には進行中に必要っていうね。なんか初期の頃はアストラの直剣強かったみたいだけど、なんかアップデートで弱くなっちゃったみたいですね。なので使わない。で、こっち下に降りたいんだけど、敵がいるんで、敵は弓矢で排除する。まず正面の敵を排除しよう。集まってる。外した。3人もいんのかよ。こいつ当たるかな。当たんねえわ。あの犬も狙っておこう。もう一発。うわ、発動する前に倒したかった。もう大丈夫かな。降りよう。一匹くらいは残ってるはず。こいつだけ。ゴリオス。よし、ここちょっと回復の施しで体力回復して、でまずはこれ、エストのかけらからの、これ牢の鍵。こっちはなんかある？ありそうでないな。じゃあ上に行って、アイテムはもうないかな。あ、この中ありそう。あ、かけら、よし。エストのかけらも取ったから、少しアイテムを回収したら戻りますか。で、クレイモアをちょっと蘇生にして、で、鍛えられるところまで鍛えておこう。こっちってどこに出んの？あ、来たところか。うわ、びっくりした。お前ビビらせんな。見えないところから来るんだ。あ、ブロードソードか。ブロードソードってなんかだいたい月がないんだよね。あっち光ってる。あそこにアイテムがある。あれ取りてえ。こっち側か。ちょっと戻ろう。こっちね。のこっち側か。敵は弓矢で始末したから。投げナイフ。だ、こいつだ。殺した時に落としたんだな。それだけのアイテム。投げナイフどれだけ強いんだ。技量があればダメージ上がるのかな。上質系もなかなか難しいからな。で、ここら辺の敵は始末したんで、じゃあ歩いて戻って、ちょっと強化とかをしてきますか。あ、あそこにアイテムがある。やはり逆から来ると見える景色が全然違うな。で、そうか、鍵を手に入れたから下にも降りましょう。下降りて、で、ハルバヘ後ろ取る。
発で倒せない。後ろ取って一発で倒せないのか。ここは開かないよね。鍵がかかっている。アイテムもないかな。奥へ行きましょう。でこれ投げナイフ、投げナイフをもっと有効に使うべきなんだ。この壺とか多分爆発するよね。で鎧抜き、あ待って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 、後ろから出てくるから。いいところに配置するよね、さすがフロムは。ロースリックの攻撃とかかなりレベル高いからね。ガチ初心者がやったら、ダークソウル3から初めてやった人とかだったら多分相当苦労するよね。てかまあ俺も相当苦労したから、割とサクサク進めてるけど、攻撃まではちょっとやったんで。で牢の鍵、こいつなんだっけ。火のない灰、お願いがある。汚い町がある。王の故郷じゃない、昔からある節がいる。ロレッタという老いた女がいる。指輪を渡してくれと。ただとはいや、わしの願いを聞いてくれんなら協力させてもらおう。盗賊だけれども、まあバカよりは役に立つ。悪い話じゃないだろう。いいよ。市街のグレイラット、あんたに協力させてもらおう。だからこの指輪を攻撃の下の町ロレッタという老いた女に渡してほしい。よろしくね。青い石、類石。じゃあ帰ろう。祭事場ソウルは1600ソウル。これで鍛えられるかな。鍛えられなかったらちょっとソウル砕くか。変質でクレイモア、どこだクレイモア。で今物理が138プラス20でしょ。個性が DD でギリギリの能力値だからそんなにプラスが高くない。158でこれを竹蘇生にやると165。なんかそんなに変わんないね。どうなの。いや能力値ちょっとこのままいくんで蘇生にしちゃおう。でソウルが足りねえ、ソウルが足りないんで砕く。消えかけのソウル、これいくつなの。150、1個50か。これいっぱいある。遺体のソウルいっぱいあるけど、これも大した数なんだ。そう600とか。あ1個200か、それなりだね。これ3000超えたな。で変質でクレイモアで蘇生のクレイモア、オッケー。でここから強化でクレイモアを強化したいけど金がない。でもう一個砕こう。二つ砕いちゃうか。800。2レベルは多分上げられないよね。2個使って蘇生クラウンはプラス1、これ190か、結構上がるな。でプラ2になれば214か、まあ悪くないんじゃない。そのためにはかけらがもう1個必要。これくらいだったらなんか手に入りそうだな。でさっき助けたやつはここにいる。物売ってくれるんだよね。と言っても金がなさすぎて買えないんだけど、いや普通の矢、どうせなくなるんだったら普通の矢買っとこう。39本、これで50本くらいにはなってるか。普通の矢も木の矢とかすぐなくなるからね、弱っちいから。よしこのソウル量だったらなくなっても大丈夫でしょう。じゃあちょっとまた攻壁に戻ります。というわけでじゃあなかなかキリがいいので今回はここで終了したいと思います。まあ、かなり慎重に進んでるけど、まあ、このくらいでいいでしょう。やっぱりダークソウルなんで。でクレイモア手に入れましたけれども、ちょっと当分の間はロングソード、炎のロングソードをメインに使っていって、
クレイモアがちょっとプラス2とかになったら、まあ、クレイモアも運用しつつっていうか、そもそも装備重量が足りないんで、まずはそこを上げていくと。でクレイモアが使えるようになったら、ちょっとクレイモアを中心に切り替えて、で炎に弱い敵が来たら、まあ、論争で戦っていくというような、方向でやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。